小学校のプールの在り方に変化が出てきています。御殿場市では夏休みのプール開放を全校で中止に。袋井市ではプールの老朽化が問題となっていて、市営プールの活用が始まっています。こちらは御殿場市の小学校。今年度、市内のすべての小学校で夏休みのプール開放が中止となりました。プールを開放していれば、たくさんの子どもたちが、プールに入っている時間になります。今開放していないので子どもの姿がありません。小学校の夏休みのプール開放は、その学校に通う児童を対象とし、先生に泳ぎ方を教えてもらったり、自由にプールで遊ぶことができるもの。参加は自由で、御殿場市では夏休み中の10日間ほどプール開放を行っていました。しかし、去年までの3年間はコロナの影響で中止に。今年は5類に移行され、4年ぶりの開催を検討していましたが、校長会で協議した結果、市内の全小学校10校で中止が決定しました。理由は主に2つ。学校と自宅の行き帰りでは、片道数十分かかる児童もいて、熱中症リスクが高まること。また、学校のプールの授業では、担任が一人一人の泳ぐ力や、その日の体調を把握していますが、プール開放では担任以外の教員や保護者が監視に当たるため、健康など不測の事態に的確に対応することが難しいからだといいます。プールって子どもたちにとって楽しい思い出の一つですし、水の中でしかできないこともたくさんあります。ただ楽しさと命安全とこう比べたときに、やはりこう命の方が重いという、そんな結論に達しました。一方、袋井市の小学校ではプールの老朽化が問題となっています。プールの中の塗装が剥がれちゃったり、あと汚れがもうプール掃除しても落ちないっていうような。浅葉北小学校のプールの築年数は今年で50年。市内の小学校12校のうち7校のプールが築年数30年以上、老朽化が進んでいるといいます。そこで市が取り組んでいるのが、市営プールを生かした水泳の授業。現在4校で実施されています。浅葉北小学校の市営のプールの活用は今年度から。バスで10分ほどの場所です。雨だったり、熱中症で暑くなったりっていうところで、プールが中止にならずに子どもたちが、安心安全に楽しくできるのが移行のメリットかなと感じます。また市営プールでは、教員と普段は市民に教えるインストラクターも指導に加わり、泳力の向上にも期待が寄せられています。さらに準備などの負担も減ったといいます。水質管理を毎日やっていましたし、暑い日には毎時間プールサイドに来て水をまいたりっていうことがあったので、そういった負担も軽減されたのかなと感じます。子どもたちのための時間に使えるので、子どもたちのためになっているのかなと感じます。市によりますと、学校のプールの改修や維持管理費は1校あたり年間およそ400万円かかっていますが、市営プールを使うと300万円削減できるということです。市では今後5年でプールの築年数が40年を超える学校4校についても、市営プールへの切り替えを検討しています。